同太平洋を圧す帝国艦隊の多くや必ず皇国の荒廃存亡の危機においてであらねばならぬ。祖国の土を守り東亜の殻をアングロサクソンの魔視から断ち切るため、仰げば小島高く軍艦機南へ行く。玉ねぎ効果をもって視界に敷き、ただマトロアの者を撃つにのみ、他者幼鳥の剣を振るう神武の戦の大精神こそ、新しきアジア創生を目指す大東亜戦争の理想である。海によって起こり、海を制してその強大を世界に誇ったダンケルクの戦いに、その陸軍がほとんど全敗を喫しても、英国の主将チャーチルは悲しまなかった。英国は彼らが誇る伝統の海軍に頼っていたからである。東亜の危局に備えるため、プリンス・オブ・ウェールズとレパルスの高速戦艦はユニオン・ジャックをなびかせてはるばると東洋へ送られた。我が海軍航空隊はバンタン沖にウェールズとレパルスを発見し、空中魚雷と爆弾を持って襲いかかった。25連装の高射機関銃と高射砲は1分間6万発の弾幕を作って我を阻んだ。この映るべき弾幕によってドイツもイタリアもその航空隊は地中海で阻まれたのであったが、我が精鋭なる航空隊の前には一陣戦艦の名を保ったのもわずかに数十分、ついにマレー沖の木図と消え去ったのであった。東亜侵略の拠点スレター軍港の天に中する黒煙こそ、イギリスの東亜敗退の呪しに他ならない。一挙に葬り去った航空は、戦前アメリカが起訴した中央進行路を粉砕し、 ABCD 包囲陣を突破してさらに南進、輸送船団はここに敵の南方進行路を攻略すべく赤道を越えてニューブリテン島へ進む。甲板へ集合した陸戦隊員は遥かに故国の空を望んで皇居要塞の捧げ筒をしたのであった。
かば、水くかばね、山ゆかば、草むすかばね。大きみの御事かしこみ、磯に降り、海原渡る父母を起きて、死後の見立てとなって敵地へ乗り込む将兵の目に、延々と燃える奥州領の陛下が、大東亜建設の成果として輝く。合図のブザーが鳴った。たちまち開く大輪の白百合、新兵天下るがごとく、我が国最初の落下傘部隊の精兵は、純白の絹笠に滅私陣中の闘魂をはらんで、敵飛行場の真っ只中に降下、目など攻略の不滅の大戦果を戦士に刻みつけたのであった。アメリカ・アジア艦隊はマニラを逃れてジャバ海により、英国東洋艦隊残存部隊もシンガポール欧州海軍と連合して東インド諸島近海に巡動を続けていた。開戦以来、かっかったる戦果に輝く英国航空隊は、米欧の西南太平洋連合艦隊を求めてジャバ海に出動。カンゲアン島付近にこれが一部を発見して、必殺の猛攻を加えたのである。